近的には中国語で就職できるかどうかとか現実的なことを考えることが多いと思うんですけれども、外国語を学ぶことによってより人間として成長して、よりまあ世界観広がる、そういったところにまあポイントを置きたいなとは思っています。 1,2 年生はまあ土台作りっていうか基礎的な文法を学んで、それをこう使っていくっていうのが 1,2 年生の基本的なところなんですけれども、まーい、買い物、まーい、まいっていうのがこれぐらいの単語が出ました。まず地図は地図、照片、照片、裤子、裤子。はい、私が発音しますので皆さん訳をお願いします。いいですね。三明治、裤子、いいですね。中国語を勉強する、はい、飛行機乗る、はい、はい、次、買词典、辞典を買う、辞典を買う、去図書館、はい、図書館へ、図書館へ、はい、英語を学ぶ、はい。で3年生に入るとやはり若干こう応用っていうか、そういったところ入ってくるんですね。例えば、私の授業としては3年生メインに通訳法と、コミュニケーション中国語という2つのクラスを持ってるんですけれども、2年間学んでいきなり通訳者になる、あるいはプロになるっていうのがまだまだ足りないんですよね。ただ授業を通してやはり通訳の基本的な訓練、基礎を作るところっていうのがとても大事だと思うし、大学卒業してから、まあプロになりたいのであればさらにこう進学できるような基礎作り、そういう土台作りっていうのが、まあ、私たちの使命じゃないかなとは思ってます。找到なので、找というのは探すんだよね。だから3つ買ったっていう、上海料理のレストランを見つけて、うん、この期間でさらに小籠包のを作る技術を学びました。2人はまずある広東料理店で掃除をしました。半年後洋食料理屋さんでお皿洗いをしていました。洋食店の売り上げがあまり良くなかったので、しばらくして彼ら2人はクビになってしまいました。それで彼らは、彼らはもう一つの、もう一つの夢があり、それは、娘と両親、娘と両親を四川の実家から南京に連れてきて、で一緒に、一緒に生活をすることでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。今日の授業は、まあ、3つのことについて、まあ、学生たちと、まあ、話し合いできたらいいなとは思うんです。で一つはやはりなぜ中国語を選ぶのかっていう、中国語を学ぶことを決めたきっかけなどについてなんですけれども、それから、まあ、今の受けてる、クラスは3年生なので、3年生、まあ、3年間中国語を学んできて、学んでよかったなとか、そういった体験談、もしそういう話が出てきたらいいなと思ったりしてます。それから、3年生はもう今就職活動、将来に向けていろいろ考えているところなんですよね。なのでこの中国語を使って将来どのような形で実務に入るのか、それとももう少し学びたいのかとか、次の進路などについてそういう話できたらいいなとは思ってます。今日はまず、皆さんと3つのことについてディスカッションしてみたいなと思います。まずその一番最初に、この中国語、まあ、なぜ中国語を選んだのかっていうのが、皆さんこうおそらくいろんな経験、いろんなきっかけがあると思うんですけれども、どなたかお願いしてよろしいでしょうか。中学生の時に見た中国の映画がきっかけで中国に興味を持って、それでその中国の芸能人とかに興味が出てくる中で、言語を学んでより深い中国文化を学びたいなと思ったためです。じゃあ実際大学に入ってみて、やってみてどのように感じたのかな。
高校までの知識だと中国の文化大革命とかって全然、単語レベルでしか知らなかったんですけど、大学入って授業で学んでいく中で中学生の当時見た時よりもさらに理解が深まったかなと思います。はい、では2番目のところに入っていきます。で、学んでよかったことっていうのが、皆さんも3年間中国語に触れるいろんな機会があったと思うんですよね。学内キャンパスの中に限らず、実際外出てみて何かこう役に立ったこととか、そういうもしエピソードがあったら。友達が中国人なので、今までその子が学んできた日本語と英語で会話してたんですけど、それだと相手が母語でどう考えてるのかっていう細かい部分が分からなくて、私が中国語を学んだことによって彼女の言いたいことを中国語で言ってもらって、そこをこっちも理解できるようになったっていうのが良かったです。ああ、それは良かったんですよね。中国語で、じゃ今もメッセージとかも中国語で送ったりしますか？中国語と英語と日本語で一番伝わりやすいので結構ね、皆さん2年生あたりから私となんか連絡するときに、先生もこれから中国語で送りますねって言って、ずっと中国語で WeChat とか送ってきてくれたりしてます。たまに中国語で返したら何とかで返してきて、でまたこうやり取りしたりとか、皆さんも全然遠慮せずに LINE でどうぞ送ってください。はい、では次。僕は中国語を学んで得られる情報がすごい増えたなって感じていて、例えば政治的なニュースであっても、日本側のニュースと中国側のニュースを見ることで自分で第三の視点を得られるっていうことがあったり、あと研究だったりレポートを書くときにも、日本の参考資料を見るだけじゃなくて中国語で検索することで、日本語でだとちょっとあまりいい情報が得られなかったときに、中国語で検索することでより得られる情報が多いので、情報の質も上がって、より学術的なレポートも書けるようになったと思ったのは、間違いなく中国を学んでよかったなと感じてます。わあ、ありがとうございます。それとっても大切なんですよね。実際今院生の指導もやってるんですけれども、やはり発表で参考文献とかでリストを上げるときに、日本語の参考文献ばっかりとかだとかなりこう指摘されて、もっとこう広い意味で読まなきゃいけないし、であるいは、例えば院生の修士の研究論文とかになってくると、中国語と日本語だけじゃなくて、実際中国人の先生が英語で書いてる論文、中国語について英語で書いてる論文というのもたくさんあるから、それも全部こう入れてやらなきゃいけないとか、そういったことも実際面接とかで指摘されたりとか、こういう論文は知らない、私は英語できないからわからないとか、私は中国語研究してるから英語の論文読まなくてもいいとか、そういったことではもう今通用しなくなってるところがあると思うんですよね。すごく大切なところだと思います。じゃあ、あとは最後にダブルディグリーで今入学して、このもともとクラス半分ぐらいは一緒だったと思うんですよね。それで先週来てくれて、せっかくだから今日ももう一回来てもらったんですけれども、ちょうどコロナで一旦中断して、で今度再開した一番最初の、ね、こう派遣されてるなんですよね。でじゃあもう多分体験、実際もう中国から今行って半年間、そうですね、ちょうど半年間で今戻ってきてるから、はい、この半年間の中でおそらくいろんな体験があったと思うんですけれども、ぜひ皆さんにこうホットな情報をやっぱり留学先での話なんですけど、交友関係がすごい広がったっていうのがすごいいい経験で、もちろん中国人の学生もそうなんですけど、留学生のクラスにいるんですけど、本当にいろんな国籍の生徒がいて、韓国だとか、あとマレーシアとかインドネシアとか東南アジアの方、あとヨーロッパの方からだとフランスとか、あと今僕ブルガリア人の友達と一番仲いいんですけど、本当にそういう中国語を通じていろんな国の人と知り合えて、でさらにそのお互いのその文化をこう共有し合ったりとかして、いろんな国の異文化理解を深めることができて、それが一番
留学先で嬉しかったことですね。で、私も上海の復旦大学で2年間留学したことがあって、まさに今の話で、寮は2人一部屋一人ですね。一人、はい、あ、じゃあ私の時は、2人って一部屋だったんです。で、私のルームメイトはイギリスから来てる留学生なので、多分一番最初のカルチャーショックというか、お互いそういう文化の違いって、とっても楽しい留学生活でした。ぜひ皆さんも、今3年生なんだけれども4年生でもまだ行けるからぜひ行ってみてください。では最後のところへ行きたいと思います。で、まあ、将来何したいのか、中国語を使って何したいのか、あるいは就職じゃなくても何かこう自分の将来の人生プランとか、そういったことにこう関連していることをお話しできたら。じゃあ私は、もともと中学の時からホテル業に興味があって、でもずっとその中学高校って英語がすごく苦手で、なのでその話者が多いってことで中国語を学び始めて、まあホテル業っていうとやっぱ英語ってイメージが強くて、でもその、まあ、英語ができなくてもその自分が楽しく学べてる、今楽しく学べてる中国語を使って、まあそのホテルで流暢な会話ができなくても相手が言ってることをゆっくりやれば理解できたりとか、私もゆっくりだったらその自分で中国語を伝えてホテル業で会話をしていきたいなって思ってます。あ、じゃあぜひも通訳ガイド試験っていうのがあるんですよね。中国語が、ある程度してれば、あとはもう全部高校レベルの、歴史地理とそれから一般常識、それで合格すれば2年間かけて合格できるようになっているので、ぜひもうチャレンジしてみてください。はい、じゃあ最後、僕は、日本の文化みたいな、文化とかエンターテインメントというものを中国に、より紹介するというお手伝いをする仕事に就きたいなと考えています。それ以外にも、日本と中国というのは、歴史的にやっぱり深く、付き合いが長い国であるので、日中の関係をより深く、よりこう親密にできる仕事であれば、どんな仕事でも、頑張って働きたいと思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、言語はあくまでも一つの道具じゃないかなと思います。最終的にこう言語を使って何かするっていうのが、言語だけでは結局物足りない。通訳翻訳っていうのが、なんか言語だけでやってるようなイメージがあるとしても、実際通訳の世界では、私の場合は司法通訳っていうのが言語にプラス専門何かを持ってます。で、医療通訳の場合は言語にプラス医療知識なので、皆さんにとっても言語を学んでそれにプラスアルファ何か別のものっていうのが一緒になって、それで仕事していくんですよね。言語が最終的には目的じゃなくて一つの道具、本当にこう良い道具としてこう使って、あるいはとして、自分自身でこう情報収集したりするっていうのが、それは別に就職とか何も関係なく、現実的なこと関係なく、直接そうやってこう自分でものを調べたり、先ほどこう映画に関心持っていたら、その映画に関しての中国人はその映画どう見るのか、日本での反響でそれらに違ったりする部分もあると思うんですよね。で、そういう世界になってくると、先ほどの論文の情報集めもそうなんですけれども、まさにそういうことじゃないかなと思います。なので語学を学ぶというのが、そこもちろんこう目先の就職とかいろいろ実用的な部分もあると思うんですが、一つこう自分の人生にとって一つの窓を開いてくれるようなことじゃないかなと私はそう思います。そういうことを通して、より自分の見るもの、あるいは情報をキャッチするルートが増えて、
よりこう自分の考え、よりこう視野をこう広げることができるんじゃないかなっていうのが、それは私はそう思います。というところで、今日のディスカッションはこれで終わりにしたいと思います。皆さんいろいろ積極的に発言していただいてありがとうございました。